どうも、レウンゲーム TV です。今週、任天堂公式の島が冬バージョンに更新されたと告知があったので、今回は更新後の島に隠れた細かすぎる変化の数々を調査してみました。起きてすぐのところにある広場には、クリスマスらしくツリーが新たに増えています。また、ここの花をよく見ると、前回はコスモスだったのが、チューリップに変化しています。細かすぎる。また、少し奥へ進むと、前回は、秋の家具や盆栽などが飾られていた場所が、雪だるまやクリスマスのおもちゃなど、冬らしいアイテムに変わっています。よく見ると、台の木の色も変わっています。奥のキャンプ場へ行くと、入り口付近に前回はなかった雪の結晶が。またキャンプ場の中をよく見ると、前回は丸太の上に置かれていた楽器が今回は立てかけられていたり、前回はなかった丸型ストーブが置かれていたり、フライパンの野菜炒めがなくなっていたりと、あまりにも細かすぎる変化が。他にも、前回は落ち葉のあった場所に、冬らしく、ソリが置かれていたり、こたつやみかん、人形などが置かれた、冬らしいエリアが増えていたり、前回は何もなかった場所に、キッズテントやラジコン、松明などが置かれた、ミニキャンプ場のようなものがあったり、前回もいた、卓球をしている動物たちの中に、よく見ると、クマが1匹増えている。島の西にある、キノコやピーチなどが置かれた、マリオを彷彿とさせるエリア。花壇をよく見ると、一列だけ、バラに変わっている。また、ここの花も、2本だけ、ユリに変わっている。さらに、ここの小道に、キノコが1本だけ増えている。細かすぎるにも、程がある。前回もいた、この島を作った住人、ニーナさん。よく見ると、前回と服装が変わって、冬っぽい装いになっています。また、ニーナさんの家に行くと、玄関のリースも、冬らしく、結晶のリースに変わっています。家の中に入ると、壁紙が雪の降る壁になり、かなり冬らしい雰囲気に変わっています。冬の新アイテム、壁掛けソックスも飾られています。また、左側の壁をよく見ると、前回の訪問時に、ニーナさんが着ていた服やズボンが、かけてあるという、細かすぎる小ネタが。また、前回の訪問時は気づかなかったのですが、ここに飾ってあるジャケットが、町へ行こうよ、動物の森がモチーフのものになっているようです。島の奥の工事中のエリアは、そこまで大きな変化はありませんが、前よりも全体的に花が増えて賑やかになっていました。今後の更新でここのエリアもどんどん発展していくのかもしれないですね。今後が楽しみすぎる。以上、任天堂公式の島の細かすぎる変化調査でした。